針。河北省保定寺の満場官護より湿度張りは古代、中国で用いられた盾の一種で、盾の上下に弓なり状のフックがあるのが特徴である。針は、漢の時代に登場した兵器で、上下のフックで相手の武器を絡め取り、もう片手の剣で攻撃するという戦法を取った。これは、当時の主流な武器である矛に対して、有効な戦法であったが、槍などの直線上の武器や、 飛び道具などの防御には適していなかったことから、それらの武器が発達した刀身の時代以降は、廃れていった。関西の一時期にのみ用いられた針は、同時代の墳母からの出土品や、墳母の石室に掘られた絵図などから形状を知ることが、できる。針は、鉄製で直径約30センチメートルほどの五角形をした、小型の縦の上下に、弓なり状のフックが取り付けられている。 上下のフックはリベットで固定されており、縦の裏側に持ち手がある。縦は拳で握るために中央部分が外向けに凹んでいる。縦の中心にも小さなナイフのような突起物があるが、刃があったかどうかは不明。チャンス賞助手指雲竜区にある詩子さ乾燥帽から出土した針は全長が9 2トル、中央の縦は長さ3 6トル。 1> 幅1 5トルほどあり、重量は約1 7ラムほどあった。先頭に針状の道具を用いるという発想は、戦国時代からあり、牧師第15巻では、長さ4尺ほどの鉄鋼、虚と呼ばれる道具が、工場側あるいは守備側の道具として登場している。針に関する最初期の文献資料は1993年に、チャンスショーレングも、 公子東海県温泉地仁和村で出土した、全館時代の監督軍の一つ、向江氏四年兵舎記集母に、の字がある。時代は下って、五漢時代に、劉博氏が表した、辞典、釈明釈兵編の中にも針、あるいは C、針引きの名で紹介されている。針両党曰く針、中央曰くある C ある針引用の、これよなり、釈明釈兵第23より、 出土品では、全室の主資産乾燥応募からほぼ完全な形状で発見されたほか、河北省補定市の満場官房などからも発掘されている。山東省、西寧市、下唱県死亡陣にある全漢の豪族の武士一族の墳墓石室にあった彫刻群の中にも、針を持った兵士の姿が描かれている。この水陸光線図と題された、 画像石がいつどの戦いを記したのか長らく、謎であったが、同じような画像が同じ山東省に章し、巨剣トンガンチン出土の画像石や、内モンゴル自治区夫婦都市、ホリンゴル県墳墓で発見された壁画で発見され、さらに、曹操の墓とされる西高穴二号墓からも、同じ題材の画像石が見つかっている。それらに記された文字から、漢の時代に、父の仇を討つために、 教上の馬車に乗る人物を襲った七人の女の、孤事を記した図と推測されている。五官書列女伝などの司書に七女の孤事についての記述がないので詳細は定かではないが、墳墓の題材として好んで用いられた。最年史、歌唱券の竹士誇ら石室にある、水陸光線図。針、を持った兵士が参見されるいずれの文献、出土品も館大に集中している。 この時期は、県や自家党が正式の武器として普及し、兵士や官僚が平時に携える武器として定着した時代と重なるため、県や自家党での戦闘で有用な補助兵器として開発されたと考えられる。だが、五官の時代になると強度との戦いの中で、騎馬戦闘が主体となるにつれ、針が持つ防御的な有効性は薄れていくこととなる。 前述の無う a c 4年兵舎機襲簿にも馬行について記されており、この時代から重装機兵の発展が見られる。同時に、針は戦車や不評が繰り出す定時型の矛に対しては有効だったが、直線上の矛やその後継として発達した槍、さらに馬上から振り下ろされる自家刀に対する防御は期待できなかった。さらに弓の技術が発達したことにより、 小型であるだけに盾としての機能に乏しかった。いずれにせよ、針は、東進時代までは使われていたが、やがて5個16国時代になって、各国の国力が疲弊し、金属製の針を配備する余裕がなくなったことから、戦場から姿を消すこととなる。以降、類似の兵器が登場することはなく、原品が発掘された最近まで忘れられた兵器になっていた。ありがとうございます。